今回は三角関数の同関数について学習していきましょう。まず三角関数の同関数について説明します。三角関数について次の公式が成り立ちます。sin x' イコール c o s x。次に三角関数の同関数の証明について説明します。三角関数の加法定理と、リミット x から0。 x 分の sinx イコール1を用いて、y イコール sinx の同関数を求めます。sinx' ダッシュイコールリミット h から0、h 分の sinx プラス h マイナス sinx イコールリミット h から0、h 分の cosxsinh マイナス sinx カッコ1マイナス cosh イコールリミット h から0、 括弧コ,コサイン x かける h 分のサイン h マイナスサイン x かける h 分の1マイナスコサイン h となります。ここでリミット h からゼロ h 分のサイン h イコール1より、リミット h からゼロ h 分の1マイナスコサイン h イコールリミット h からゼロ h 括弧1プラスコサイン h 分の 二乗 h イコール、リミット、H から0、H 分の s i n h る1プラス c o s h 分の sinH イコール、1かける2分の0イコール0となります。よって、sinX' イコール c o s x かける1 s i n x × 0イコール c o s x となります。 では、実際に三角関数の同関数の公式を用いて問題を解いてみます。例題を見てください。y イコール s i n 2x-3 を y、y イコール s i n u、u イコール 2x-3 の合成関数として考えると、y' ダッシュイコール cosine カ 2x-3 かけるカッコ 2x-3' イコール このように三角関数の同関数の公式を用いると三角関数を含む関数の同関数を求めることができます。それでは練習をしてみましょう。一時停止ボタンを押して練習問題を解きましょう。解き終わったら再生ボタンを押して丸付けをしましょう。 それでは答え合わせをしていきましょう。カッコ1、カッコ2の答えはそれぞれこのようになります。2問とも正解できましたか最後に今回の学習のおさらいです。まず三角関数の同関数について説明します。三角関数について次の公式が成り立ちます。sin x' イコール c o s x 次に、三角関数の同関数の証明について説明します。三角関数の加法定理と、リミット x から0、x 分の sinx イコール1を用いて、y イコール sinx の同関数を求めます。sinx' ダッシュイコール、リミット h から0、h 分の sin x プラス h マイナス sinx イコール、リミット h から0、 h 分の cosinx sinh minus sinx カッコ1 minus cosinh イコール、リミット h から0カッコ cosinx かける h 分の sinh minus sinx かける h 分の1 minus cosinh となります。ここで、リミット h から0 h 分の sinh イコール1より、リミット h から0 h 分の 1マイナスコサイン H イコール、リミット、H から0 h か、H、カッコ、1プラスコサイン H 分のサイン2乗 H イコール、リミット、H から0、H 分のサイン H かける1、1プラスコサイン H 分のサイン H イコール、1かける2分の0イコール0となります。よって、サイン X だしイコール、コサイン X かける1、 マイナス s i n x かける0イコール c o s i x となります。では、実際に三角関数の等関数の公式を用いて問題を解いてみます。例題を見てください。y イコール s i n ッ 2x マイナス3を y イコール s i n u u イコール 2x マイナス3の合成関数として考えると y' イ,イコール c o s 2 x 3か3るッ2 x 3ダッシュイコール2 c o s 2 x 3となります。これで今回の学習を終わります。